ティコブラーエ、ティコブラーエ、タイコブロ、1546年12月14日から1601年10月24日は、デンマークの天文学者、先生術師、膨大な天体観測記録を残し、ケプラーの法則を生む基礎を作った。デンマークの貴族の出身に生まれる。生まれた時の生命は、ティッチオッテセンブロ、1572年、カシオペヤザニ超新星、 SN1572、通称、キコの星を発見し、肉眼で確認できなくなるまでの14ヶ月間観察を続け、記録を残した。その才能を認めたデンマークをフレゼリク2世の支援を受け、弁当に、裏にリテ天問題、ステルネボリテ天問題を建設し、大量かつ精密な観測記録を残した。フレゼリク2世、1588年が没すると、 1596年には、ほとんどの観測装置と天体の記録を持って、プラハに移住した。1599年には、新生ローマ帝国皇帝ルドルフ二世の皇室付帝国数学館に迎えられ仕えた。自身の作業を補佐するために、何人かの数学者と天文学者を雇い、そのうちの一人が、ヨハネス・ケップラーだった。ティコブラーエは、 1577年に出現した水星についても多くの観測結果を残した。水星に測定可能なしさがないことを確かめるため、水星の位置を自分で測定するとともに、遠く離れた場所の観測者にも測定させた。正確な測定をしたところ、その測定結果は、水星が少なくとも月より4倍以上遠くにあるということを示していた。 この水星の観測結果と先の新星の発見は月より遠方ではいかなる変化も起きないと考える天動説を覆す重要な証拠ともなった。彼の残した膨大な天体の観測結果は望遠鏡が使用される以前の肉眼による天体観測としては最高の精度を誇るものであった。ただし彼自身は地動説が正しければ当然観測されるであろう。 年収しさが観測できなかったことから、地動説には否定的な立場を取り、太陽は地球の周りを公転し、その太陽の周りを惑星が公転しているという修正天動説を提唱した。彼は死ぬ前に、ヨハネス・ケプラーを皇室数学者とするように、ルドルフ二世に要請した。1601年、キコはプラハでの晩餐会に出席後に暴行あるいは、 腎臓の病にかかり、十一日後の十月二十四日に、この世を去った。ケプラーの目撃団によると、キコはエチケットに反するとして、晩餐会からを外すことを拒んでいた。キコが自宅に戻った時には、もはや自力で排尿できなくなっており、ほんの少しの量の排泄をするにも耐えがたい痛みを伴うありさまだった。死の前日の夜、キコは錯乱状態に陥り、周囲は、 彼が無駄な人生を送ったと思われないことを望むと繰り返し叫んでいるのを耳にした。彼は死ぬ前にケプラーにルドルフ氷の完成を促し、コペルニクスの説ではなく自分の説を採用することで自分の人生を無駄にしないように求めた。彦コは賢者のように生き、愚者のように死んだという墓悲鳴を自ら残していたと伝えられている。当時の医師は 彼の死因を腎臓血石としたが、1901年に遺体が発掘された際の冒険では、血石発見されなかった。20世紀の医師は、尿毒症の可能性が高いという所見である。近年、彼の口ひげの毛から極めて高い濃度の水銀が見つかったことから、彼の死因を尿毒症ではなく水銀中毒に求める説が出された。しかし2010年以降に行われた。 再分析で、ヒゲに含まれる水銀は、実際には少量であることが、明らかになり、水銀中毒説は否定された。2014年現在、キコの遺体は、プラハの天文時計近くの旧市街広場にあるにある、墓に埋葬されている。彼の遺体から水銀が発見されたことにより、意図的か、ヒート的か、どちらにせよ毒を盛られた可能性が出てきた。 毒殺の容疑者としては、テコの助手を務め、彼の研究室や科学物質に触ることができた、ケプラーや、テコが自身の母と関係を持ったという噂によって、友人から敵に転じたクリスティアンセ世の命を受けた、テコのいとこ、エリク・ブラーエノが挙げられた。2010年2月、プラハ氏は、デンマークの科学者による遺体掘り出しの申請を承認し、11月には、 オーフス大学のチェコとデンマークの科学者チームが分析に必要な骨、髪の毛や衣服のサンプルを取るためにプラハに来訪した。ジェンズ・ベルブ博士率いる科学者チームは再びテコのアゴヒゲを分析した。2012年11月、科学者チームは殺人を立証するのに十分な水銀が存在しないだけでなく、致死レベルのいかなる毒も存在しなかったことを報告した。 チームの結論は、ティコブラーエが殺害された可能性を立証することはできないということであった。暴行破裂で死亡した可能性が最も高いという調査結果は、1901年に採取されたティコのアゴヒゲの毛を調査したロストック大学の科学者によって追認された。水銀の痕跡は発見されたものの、痕跡値のレベルであった。したがって、 死因としての水銀中毒が除外されるとともに、水銀の蓄積は、キコの長年の錬金術師としての活動中に生じた水銀のゴミによる可能性が示唆された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。